今日はツーショット会でした。成人式の写真見て気になって初めて見に来ました。ありがとう。もうそろそろ20歳ですよ。私は隣のレーンから見てました。行くっていうフラグですか。ちゃんとフラグ回収してくださいね。楽しかった。2日間やりきったさっき東京戻ってきた。本当楽しかった。あ、お疲れ。新幹線ってことかな。私は最後のグループトークだけあのスリッパ履いてました。神眠い。お疲れ様です。ありがとう。疲れ。まだ帰宅中、気をつけてくださいね。今回のシングルで会いに行けなかったけど、次のシングルで絶対に行きますっていう人多分多いと思うんです。よく耳にするんです。待ってます完売してたじゃん今回。ありがたいことに次のシングルが出たらもっと早く完売できたらいいね。多分みんなねスケジュール抑えたりとか大変だと思うんですけど、たくさんの人が来てくれるようになったからね、どんどんねさらに目標を立てて頑張っていかねば。なんか眠いなって顔してるもうね今日昨日は3部まず続けてやって、1部休憩で2部やって、その次ほんと数分後にグループトークだったのね。今日は3部やって休憩して2部やって、でまた1時間くらい休憩してグループトークだったんですね。だからその最後の休憩時間で睡魔に襲われてしまって1時間ぐらいあったんだけど、勝ちました。睡魔にシャキッとスースーする目薬さしてね乗り越えた。今度こそみおちゃんと写真撮るたら撮りましょうね。楽しみにしてます。今日はフライミートゥーザユニバース着てました。今は普通に元気だけど、寝ろって言われたら秒で寝れるでもまあ今すごい盛り上がってるじゃん。ファンの人たちがこうツイッターとかでつぶやいてるの見てたら私も盛り上がりたいってなったからやった。ショールーム今日たくさん寝る。みんなもたくさん寝てください。あの衣装をあんなに近くで見せたのは初めてだった。でメンバーS じゃないメンバーにこの衣装何って2回ぐらい聞かれたんで、まだまだだなと思いました。もっと知られないとなって思った。みおまるより背が低かった。今日はね私高かったよ。ヒール履いてましたから。でもみんなのツーショットツイッターとかでめっちゃ流れてきてってさ、ありがとう載せて拡散してくれて、なんか多分これ全国のトレンドじゃなくて
みんなのこうおすすめに表示される形ではあったけど、なんかトレンド入りしてたらしい場合。やったトレンド入りしてたらしいよ今日。すごない？いつもみよちゃんから話してくれるから嬉しいです。やった。先ほど長崎に着きました。九州だよね。すごっ。ありがとうね。本当にありがとう。幸せだ。会えたおかげで明日からも仕事頑張れます。ありがとう。もう声がカスカスだ。ありがとう。もうね、幸せだね。私たちってなんて幸せなんだろうね。みんな幸せだね。ありがとう。待って、髪の毛ボサボサすぎん？なんかもう緊急失敗したみたいになってるよ。やだやだ。でも近くにヘアゴムはないから、このままよく。ありがとう。もう声がお姉だよ。みんな助けて。声がお姉になってきた。疲れるとね、声がお姉になるんですよ私。助けて。どんだけ、どんだけ。本当だよ。いつも名前呼んでくれてありがとう。ありがとう。こちらこそ呼ばせてくれてありがとう。ちょっと見返してニマニマしてる。ニマ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 してんの。みんな撮ったやつね、ありがとう。そんな大事にしてくれて。もっとその写真に価値がつくように私頑張るわ。みよちゃんと撮ったことあるんやでって自慢できるようになりたいからね。背負い投げ。こんばんは。こんばんは。推しが幸せって言ってると、そのオタクたちも幸せだから、いい世界。そうだね。神ありがとう。またスマホのロック画面に追加しました。でも今日いたよ、スマホのロック画面にしたいから、あの数字指さしたいですみたいな、こうやってやりました。今日はよく寝れそうだねみんな。でもみんな休む暇もなく仕事でしょ。頑張って、応援してる。私は明日はめっちゃ寝る。めっちゃ寝るけど、寝すぎると本当に昼夜逆転ぐらい寝ちゃうから気をつけなきゃ。お疲れ様でした。ありがとう。クマもありがとう。クマ髪の毛染めたい。でなんか髪の毛の色をね、こう次何にするんですかってめっちゃ聞かれるんだよね。でもこの茶色、茶色気に入ってるんですけど、安定感すごいじゃないですか。でも次やりたい髪色はなんとなくあるんですね。一応ある。言わんけどできるかもわからんから。明日は谷さんの生誕祭行きます。え、チーム E 公演なの？頑張れチーム E。 みんな無理せず寝てくださいね。今日会えなかった人おるやろ。会えんかった人元気か？生きてる？はーい。
こんばんは。ね、寒いらしいね明日から。はいはい、いるやん、めっちゃめっちゃおる。生きてます、生きてる。はい、すいません、いや謝らないでください。こんばんは。なんとかなんとか今日もよく行きましたね、無事生還。生きてね、みんな元気に生きるんだよ日々。私がもしなんかのオタクファンだったら、もう他の人が会いに行ってるのに自分が会いに行けないなんて、もうやばいと思うすごいね、嫉妬に狂っちゃいそう。だからやっぱ二次元だよね。人間ってなんだ、三次元、人間って三次元ですか。そうだよね、三次元は私はちょっとお芝居作りにくい。そうでしょ、みんなもさ感情と戦ってるわけでしょ。行きたかったなーって思うのかね。えまつげが引っかかる。まつげ美容液塗り始めて早速まつげが抜けなくなったんですよね。まつげが絡まります。まあいつか会えるから大丈夫だよ、みんな大丈夫。来たかった、待ってるね。また特になんか完売してるとあれですね、応募できないから。守りたいこの笑顔、ありがとう。今日あのね、インスタの DM でまつげ美容器教えてくださいってめっちゃ来たから言おう。ラッシュアディクター、これです。これです。ラッシュアディクトだよ。これ昔使ってて、もう一回伸びて実感してるので、もう一回始めようと思って。最近塗ってなかったんだけど。ハートありがとう。マジで早く買わないと今回みたいに売り切れていけなくなる。そうありがとう。でもなんかなんだろう、最終日が意外に早く完売してたんですよね。やっぱ最後だから会いたいってなるのか、嬉しいね。名古屋だからか、またいつになるかな、決まってないもんね。イベントあるといいな、みんなに会えるやつ。ありがとう、来てくれて。タイプですどのあたりが、ありがとう。え、タイプですっていう、初めて言われたかもしれない。タイプってどういうこと、好きなタイプってこと。私みたいなのが好きって結構さ、なんだろう、強い、強そうな女が好きなのか。みんなは私のどういうところが好きなんだろう。初ミオタンだった、絶対インスピレーションありがとうございました。こちらこそありがとう、
嬉しいな。今日なんか今回ってかなんかね、昨日めっちゃ初めましてが多かったかも。頑張って覚えようと必死になってこんがらがってたんですけど、何人かは覚えはありました。でもこればかりは私のこう頭の暗記力との戦いなので、くどいぐらい名乗ってください。何々です、会うたびに、みやまるこんにちは、何々です、何々です、何々が来ました、言ってください。メンバーはすごいな、ありがとう。まあそのことばっか考えてるのがメンバーですからね。あ、でもみやみやたらに他のメンバーには名乗んないでください。私のところでだけ言ってくれたら神。あ、ハート、キュンです。気をつけてね。名前を覚えられるっていうのは距離が縮まる一歩なんですね。そして私のファンの人は常に狙われていると思っていてください。だってこのグループには可愛い女の子がたくさんいるんです。しかもその可愛い女の子たちが好きにさせてくるんですね。とんでもない空間ですからね。そうですよ。あ、みやまる推しさんだろうなって思いつつ絶対狙ってきますからね、気をつけてくださいね。気をつけてくださいね。あ、もう僕は私みよちゃんのものなんで、はい、みたいな、こんな感じでお願いします。私記憶力はねめっちゃ自信あるの。モデルドリームズ見に行ってからファンです、ありがとう。私モデルになる。フルダス気持ち、じゃ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 んじゃ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 ん、ゴールは目の前。強い気持ちを持ってこれからもよろしくお願いします。そしてこのグループはね、まあこれはねしょうがないんですけど、いや言わんとこ。話すのめんどくさくなっちゃった。もうね、めんどくさくなっちゃったからいいや、人のことはいいや。ありがとう、かわいい星。今日一番多かったポーズは、今日私がおすすめしてたのがダブルピースなんです。これとあとうさぎ年だからうさぎも多かったな。あとは、まあ、怒ってください、多かったっすね。あとはギャルピ。ギャルピ多かったですね。あとは地球回してください、多かったですね。あ、守りたいこの笑顔、やばい、また声がおねえになってきた。あ、声がおねえです。どんだけ。あ、ありがとうレインボースター。あとはなんだろう、何か多かったかな。あ、ハートも多かったね。
ハートも多かった。あ、地球回すが何か分かんない人がいるわ。フライミートゥーザユニバースっていうね、新公演で私がやってるユニットがあるので、今日その衣装着てたんですね。だからで、その曲中でこう地球を回す振りがあるんですね。地球っていうかこうなんか惑星をこう回してて、そういう振りがあるんです。それを元気玉を集めるかのようにポーズとってました。ユニバース、楽しかった。あとね、あのグループトークもね、めっちゃ人来てくれて嬉しかったよ。ありがとう。難しいよねポーズって。しかもさ、まあ私とファンの人の空間だけど、やっぱりさ、こうカメラ持ってる人がいたり、剥がしの人がいたりとか、次に待ってるお客さんがいたりとか、いろんな人の目があるわけじゃないですか。だからなんか張り切りすぎると恥ずかしくなっちゃったりするよね、多分。わかんないけど、だからそのなんか自分が恥ずかしくない程度にでも可愛いポーズをきっと推しにしてほしいと思うんですよ。難しいですよね、その範囲でポーズを考えるだから無難なやつと、何があったかな、なんかいろいろあったな、楽しかった。とりあえず、そう、でも年に入ったらそこはもう1対1の空間なんですね。だから何をしようと自由なんです。楽しかった。そう、ただ楽しかったんです。今日はと年に入ってきて、あのポーズしなきゃいけないのにめっちゃずっと私の顔見てくる人いるんですよもうね、ツーショット会っていうことを忘れちゃう人いる、たまに。あ、めっちゃ今顔見られてるわってすごい思う。あ、すごい、今この人私の顔をジロジロ見てんなって思う人もいる。それは嬉しいね。そう、それで照れるんですよ。可愛くない？照れる人いるのよ、たまに。なんか私のこと見ながら目そらしちゃう人いる。私は強いんで目そらさないんですよ。負けないよ絶対に。あ、推ししか勝たん。かわいい、みんな。楽しかった。みんなあの写真撮ったやつ、あのツイッターとかに載せちゃうと、あのいろんな人に見られるから、載せるときはまあ自由ですけど顔隠したりとかで。私欲しい写真、欲しい写真欲しいので、あの DM で加工してないやつ送っといてください。見るんで。で、次どうやったら可愛く映るかっていうの研究しとくんで送っといて。てか普通に思い出にみたい、送っといてお願い送っといて、見るから。いや DM ってさ便利だね。いろんな人の目に触れない。私そう、モバメとかも好き。私のこと好きな人しか見てないから。あ、全無理して送んなくていいですよ。もう自分だけのものにしたい場合は自分だけのものにしてもいいですよ。
てかね、送ってくれたりするとね、顔と名前を自然に覚えるんですね。髪の毛ボサボサ、やだ、髪の毛がボサいです。あのね、みんなに聞いてほしい。いつもさ、ショールームするやん、でした後お風呂入るやん、そのお風呂までに時間がかかるわけ。いつもね、結局ショールームして1時間後ぐらいになっちゃう、お風呂入るの。実はそれが私の悩み。ショールーム終わった後もなんか携帯いじっちゃったりとかしちゃう。そう、すぐなんか、よし、お風呂入ろうとか、すぐ、あ、寝ようとか、あ、起きようとか、そういうシャキッとできないんですね。出遅れた、ごめんなさい。こんばんは、元気？恥ずかしくて遅れない、いいんです。恥ずかしい場合は別にいいですよ。大丈夫だよ。うん、すっごいね、最近の悩みなの。お風呂入りたいなって気持ちはすごくあるんだけど、体が動かないんだよね。困ったよ、困った成人。お風呂出るの嫌すぎて2時間ぐらい入ってる。あ、でもそう、わかる。お風呂に入ったら入ったで抜け出せなくなるのよ、私も。もうね、ずっといるね。いや、だって寒いもん、出たら。私お風呂の中でアニメとか YouTube とか見ちゃうから、それで時間がどんどん過ぎてっちゃって、最近困ってます。 DM の送り方がわからない。インスタ開いて野村美代で検索して、私のアカウント開いてからは私もわからんの。どうやって送ってんだろう。メッセージ送るみたいな、そういうのがあるんじゃない。なんかメッセージ送る系のボタンがあればそこだと思います。うん、紙が飛んできた、ありがとう。最近のお風呂の楽しみは、スクラブを買ったんですよ。それがいい匂いで、それするのが楽しい。でも毎日はしてないんだけど、スクラブするのが楽しくてハマってます。3億年前から好き。ありがとう。すごいアイテムだね、これ。ツイッターじゃなくてインスタ、そう、インスタの DM、 ツイッターの DM は多分送れないんじゃないかな。ファンの人から届いたことないです。後ろのピンクいウサギさんの存在感がすごい。これはおパンチウサギと言いますね。パンチウサギです。これスマホケース、私かわいい。私が喜ぶかなって思って、おっぱんちゅうさぎの携帯ケースにしてくれてた人とかが今日いたんですよ。かわいい。ちゃんとなんか喜ばせに来てると思って、で私普通に嬉しくてテンション上がっちゃって、かわいい、おっぱんちゅうさぎ。ね、すっごい難しい質問してくる子もいた。ね、おパンチウサギと私どっちが好きって言われて難しい質問来たかと思って、どっちも好きって言っちゃった。グループ内でもおパンチウ流行ってんの？え、本当に？私周りでおパンチウサギ好きな人横にゃんしか知らない。平和だね。 This is 平和。おパンチウサギとどっちが好きって。だってどっちが好きなんてさ、彼氏にさ、
私と元カノどっちが好きなのっていう聞くシチュエーションしか私知らないんだけど、パンチウサギと私って初めて聞いた。パンチウサギ大好きです。え、結構好きなんだみんな。あ、仕事と私どっちが大事なのってやつか。なるほどね。だってどっちも好きなんだもん。私嘘つけない人なんですよね。嘘つけないんです。口固いけど嘘つけないんですよね。困った。なんか正直者なんです。だから人のこともすぐ信じちゃうから。困る困る困った困った。みゆちゃん好きになりかけてるので助けてください。やだねやだね、やだ。助けたらやだ。助けない。沼れ沼ろう。みやまるに沼ろう大作戦よろしく。すごい今日まつげが低かって嫌な感じ。そう、好きになれってこと。そういうこと。好きになった方が楽だよ。楽しいしね。あ、お客さん来ました。こんばんは、白飛びです。この子の名前は白飛びちゃん。暗いからすごい白飛びするの本当は空って言うんだ。あ、白飛びしなくなったね。空です。怒られました。怒られちゃいました、猫に。ショックショック。え、早いって。あと2分だ。本当だった。早いね。もっと早く始められたらよかったけど無理だった。じゃあそろそろ終わっちゃうんですけど、みんな2日間楽しかったですね楽しかったですね。すごいね、なんか充実してたなと思って。久々のトーク会とツーショット会がすごく楽しかったです。また会いましょう。スクショしていいよ。はい、おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。またね。バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。